夢ってさ、夢じゃん、何を言おうと。あの、寝てみる夢、そう、うん、寝てみる夢って夢じゃん、うん、けどさ、夢のなんか威力ってやばくない？だって、全然意識しなかった人、芸能人とか、うん、パッと出てきたら意識しちゃうし、好きになってない？好きになってる。で、逆もしかり、なんか夢でひどいことされたら、うん、ちょっと嫌いになる。わかんの、わかんの、めっちゃわかんのよ。今日夢でね、確かあの彼氏がめちゃくちゃ浮気してて、で、子供もなんかいろんなとこにいっぱいいるみたいな。で、それもみんなその浮気相手が知ってる人なの、うちが。だ？いない。よし。ありがとうな。うん、まだバレてないみたい。なんでこの人たちなのみたいなメンバーとか。うちが一番最初にその夢の中で見たのは、まず彼氏が寝っ転がってるかなんかで、こうなんか抱きつかれてて、うん、で、その片方で彼氏と電話してんのよ、うん。その電話の声がうちにも聞こえる距離みたいな感じのシチュエーションだったの。で、めっちゃ電話の声聞こえてきて、彼氏が、リビングにさ、あるさ、お菓子食べていい？みたいな。そのなんか甘えモードの彼氏みたいな感じだったの。うん、電話の相手、うん、リアルやん。まあなんか多分何の接点もないし、でもすごく嫌だよ。なんかそのすっごい嫌で、そっちでは子供作ってるの、あの深い子供作ってるみたいな設定なの、はい、でなんか棚の上にバナナがあるから、そんな感じの会話してんの、もうなんか一緒に住んでるみたいな。で、何こいつと思ってっていう、その電話切った後に、彼女もいて奥さんもいて大変だねみたいな言ってるの、自分の中で、うんうん、なんか認めてんの、その冷静じゃん、うん、でもイライラしてるちゃんと、なんか何こいつみたいになってるんだけど、うん、で次場面が変わって、うん、サオリンと愛の里のゆうこりんを足した顔みたいな、ちょっとゆうこりんよりみたいな顔の小学生ぐらいサイズの女の子になって、そいつが、うちがそいつと彼氏が浮気したの知ってるの、その、うん、夢の中で、うん、もうめっちゃキレてて、その女の子が雨土砂降りの中に血がドーンって、その女の子をバーンってやって、うん、でめっちゃ蹴ってんの、お前入ってくんなって家の中に、うんうんうん、バーンみたいな感じで蹴ってんのから入れてよみたいな感じで泣いてんの、その女の子は、うん、それをそのうちの彼氏が見てて、逆にうちのことをなんか、お前最低だなみたいな感じになってんの、その女の子に血がその殴ったり蹴ったりしたから、うんうん、でうちもさ、なんてひどいよみたいな、うんうん、あんたがみたいな、そうだったみたいな感じになって、うん、めっちゃこう、そうよ言ってやったのよ私は。で、それの後家の中のシーンに切り替わって、うん、その彼氏が寝そべってんのよ、うん、でその横でうちは、いやマジでさ、なんなのみたいな、うん、どんだけいんのみたいな、女みたいな、うんうん、いろんなとこにちょっと整理してみたいな、うんうん、もう一周回って、うん、どこに子供がいて、うん、どういうあれみたいな、うんうんうん、ちょ整理してよみたいな、うんうん、言ったら、仮名だけど、じゃあゆかちゃんとして、うん、いやそれはりおちゃんに関係なくて、俺とゆかの問題だからみたいな、なんか元カノなのね、設定では、その夢の中で元カノなの、うん、そのゆかちゃん仮面ね、うん、で俺とゆかの問題だからみたいな感じで言われて、お前に関係ないみたいな、ハギーってなって、うん、で最終的に浅野ちゃんいるじゃん、うんうんうん、浅野ちゃんがなんか妊婦さんになって出てきた、えそんなとこまで、え、うん、うちもそこで夢の中でピーンってなるんですよ、うん、お前の子供だって怖い。でうちめっちゃ切れてて、パスモをチャージしてその彼氏のとこに向かうみたいな、うん、チャージ不足だったの、そう、うん、でパスモがマジで入んないの、うんうん、何あの夢あるある、まあ、携帯電話うまく押せないとかさ、うん、走れないとか、うん、パスモが全然チャージできないみたいな、うんうん、あ今チャージ不足だってね、そうでね、こんなんだってハッてなってる時にバッて起きて、最悪で彼氏隣に寝てましたと、おどうだどうする、もうなんかもうもうちょっとうっざみたいな、夢だよ、夢だけどめっちゃムカついて、一日中今日うちなんかも、うん、その彼氏に、うん、前さ夢でさ、うん、こういうことしてるさ、うん、夢じゃんみたいな感じで、うんうんうん、いや本当なんかあんじゃないのみたいな、わかる、どっちになる、なんかさ、ちなみにさ、なんか連絡とかしとったりさ、ちなみにわかんない人予知夢ってこともあるから、あ、言った、うちもあったの、ちょっと不安にさせちゃうけど、でうち本当になんか結構信じてる彼氏で、え、誰にそれ、ニッサンには内緒だよみたいな、もちろんだよみたいな、そういうやり取りを私が見ちゃったみたいな、え、 LINE の、そう、うん、夢を見た、で本当にリアルで、起きてすっごい不安になっちゃって、うん、なんかうち LINE 見せてとかってない、言うことないから、うん、確かそこノーマークだったなみたいな、あんのかこれみたいな、毎日会ってるわけでもないし、うん、1週間に1回ぐらいしか会ってないから、全然できる時間はあること、嘘っすねお前、え、なんだし、お前1週間に1回嘘やろ、なんだし、毎日原付に買ってました、あいつそうじゃん、行ったと思ってうちに帰ってきてさ、んで次の日も日本に行って、でまたあの彼氏に帰ってくるっつって、もうダメね、4,50分間に行くんでしょ原付で、そうよ、グレた子
みたいなさ、家全然帰んないでさ、今ちょっと帰るし、ちちちしてさ、ごめんな、お母さん、お父さん。ね、でも安心してください、私といたんです、うん、そうです、そうです、うん、その危ないことしてないですけど、うん、そうそうそう。あー、ちょ、でっかいバイク持ってるのにさ、うん、ガニゴツだよ、ガニゴツだよ、乗せろ、で、風完成させろ。うん、まあそれいいとして、うん、話したの、なんかさ、今日こういう夢見てなんかよかったみたいな、うん、可愛い感じで、別になんか疑うとかではなく、ただ私は慰めてもらいたかった、うん、安心されてほしいんだよね、そう、そういう夢見たらさ、なんか疑っちゃうね、大丈夫だからねみたいな、うん、見る見せられるよとかさ、別に見る気ないよ、うん、それだけでさ、うん、ごめんみたいな、こっちも夢、ただの夢だってなるで、私がなんかこういう夢見たんだねって言って、多分いつもの彼氏だったら、うん、どうしたの、見るみたいな、うん、こんなことないのにって言うと思ってたんだけど、うん、まあ夢は夢だからね、じゃあなんかわかる、うん、ここで女の勘動く、勘動く、え、何それってなって、隠してることあるってなった、うんうん、なんでそうなんの、夢でしょみたいな、うん、なんかやけに無気になってる、あれって思って、うん、ごめんね、うちマジでこれ本当何もなかったらマジで申し訳ないし、うん、本当に疑うの申し訳ないんだけど、一旦携帯見せてくれる言った、うん、私も子供だったから、一旦ごめん携帯見せて、うん、言った、いやだよみたいな、えらんぜいや、そんな別にだって何もないんですよ、うん、何もないんだったら見て、私がごめんねでよくない、うん、見せない、見せて、うん、もうそんなあって、うん、あ、じゃあいいよ、なんか隠してるんだったら待てするわみたいな、じゃあみたいな、待ってみたいな感じになって、じゃあ見せてよみたいなって見たの。そしたら私に先輩と飲み行ってくるって嘘ついて、どこぞの誰かわかんない女と飲みに行ってて、写真撮ったみたいな、うん、その写真をその女がツイッターだかインスタだかに載せちゃってた、うん、それを彼氏が消してみたいな、うん、それって言って、うん、ごめん、なんでそんなことするんだよ、ごめんみたいな、なんか含みのある、うわって嘘ついてるってたわけじゃん、うん、ってなったっていう話はありますね、うわここにはやべえよ、そのさ、ちょっとのことに、それって言うたら、その女と連絡取ってたよみたいな、幼稚部だったみたいな、うんうんうん、不良チームだった場合どういうこと、あ、確かにね、怖いよ、怖いよ、あいつあんな顔してやることやってんかもよ、いやー、だからなんかその前にどっかで理想的に不安に思ってることがある、あー、おわ幼稚部、幼稚部、あー、おわなんかさ、え、なんか夢占いみたいなさ、なんか見たの、その浮気される夢みたいな、うんうんうん、そう、なんか自分に自信がなくて愛されてるか不安みたいな、そう、どうなの、確かにそうかも、最近それで喧嘩したわ、それ、嘘、あんた私のこと本当に好きなの、わかるよ、そんな感じでは言ってないけど、うん、愛情不足、愛情不足って言ってた、うん、ジャージだりまちゃんばっちゃん、そう